皆さん、こんにちは。愛知県警察音楽隊です。今からは私たち音楽隊の演奏を演舞でお楽しみください。まずはじめにアメリカのマーチ王ジョン・フィリップ・スーザンによって作られた行進曲忠誠を演奏します。赤い服を着た私たちフレッシュアイリスのフラッグ演技と合わせてお送りします。指揮は伊藤隊長です。どうぞお楽しみください。Thank you.
リメンバー・ミーをお楽しみいただきました。次はぽよよん行進曲を演奏します。この曲は2006年4月に NHK お母さんと一緒で放送された曲です。その後も人気は続き、歌のお兄さん、お姉さんが変わってからもずっと歌い続けられています。大変なことが起きたとき、押しつぶされそうなときに前に進む勇気をくれる元気いっぱいの行進曲です。それではお楽しみください。
次は大人気推理アニメ名探偵コナンのメインテーマを演奏します。アニメ名探偵コナンは放送開始から28年目を迎え、長きにわたり幅広い世代から親しまれ続けています。今年4月、劇場版名探偵コナンの最新作が公開され、大ヒットを記録しています。それでは、名探偵コナンのメインテーマをお楽しみください。Thank you.
がとうございます。愛知県警察音楽隊隊長の伊藤でございます。本日はですね、安全安心フェアというので、私ども愛知県警察音楽隊もですね、こちらの会社の方をお邪魔させていただいております。今日はね、本当にたくさんの皆様にお集まりくださいましてありがとうございます。さて、次はですね、最後に赤い服を着た女性警察官、フレッシュアリスという愛称がついておりますけれども、このフレッシュアリスのですね、パフォーマンスを皆様にご覧いただくんですけれども、私の愛知県警察音楽隊から皆さんにですね、犯罪の被害に遭わないでくださいというそんなお願いをさせていただきたいと思います。愛知県はですね、今年に入りまして、若干ではございますが犯罪の被害増えております。そしてここ春日井市でもですね、残念ながら、増えているようでございます。特に気になりますのがですね、お家に入ってくる泥棒、あと車をね、盗んでいく泥棒、ね、こうしたものが増えているようです。あと自転車ですね、自転車の、盗難被害、これがですね、相変わらず、多発をしております。愛知県内45の、ね、45の警察署があるんですけれども、春日井警察署、ね、どれぐらい犯罪で、ね、自転車盗まれているかというと、中警察署、中村警察署、豊田警察署についてですね、4番目にこの自転車の盗難被害というのが多いですね。ということで、皆様にお願いしたいこと、自転車、ね、必ず鍵をかけてください。で、できればですね、1つより2つお願いしたいというお話でございます。ということで、あ、落ちたでしょう。はい、ごめんなさい。こうしたファイヤージャーなんかね、こうしたものも合わせて、ご利用いただいてですね、特に駅の駐輪場だとか商業施設、ね、あと夜間長時間止めておくようなね、そんな盗まれるような心配のある場合はですね、必ず鍵を1つだけじゃなくてですね、2つかけるようにしていただくとですね、盗まれる確率もぐっと減るのじゃないかなと思います。お家の前にね、自転車に止められる場合はね、自転車鍵かけなかったりだとかね、そんな方も中にはいらっしゃるかと思うんですけど、残念ながら、ね、うちの嫁もですね、自転車鍵かけないんですよ、家に止めるとき。何遍言っても言うこと聞かないんですけど、どうか皆さんはね、自転車、お家の前に止めるときも鍵をかけていただく。でね、どこかね、心配の時に止めるときはね、ツーロック、ね、こうしたワイヤー状なんかもですね、使っていただいてですね、自転車の盗難被害、これもね、注意していただきますようにお願いします。たかが自転車、されど自転車、ね、皆さんの大事な財産です。どうかね、犯罪の被害に遭われませんよ、どなた様もお気をつけいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いをいたします。ということで、最後にですね、今日は1曲だけですけれども、フレッシュアイズのね、パフォーマンスを交えた曲を演奏させていただきます。曲はディズニー映画リロ&スティッチの主題歌でアロハエオーアイです。どうぞお楽しみください。
はい、ありがとうございました。私ども愛知県警察音楽隊単独での演奏は、これが最後になります。最後に皆様に一つ、もう一つね、犯罪被害防止についてのお話です。今日はね、ちびっこの皆さんも、たくさん会場にいらっしゃっていますので、そんな皆さんに、お願いです。皆さん、この言葉見たことある人？意外と手が上がらないですね。ありがとうございます。手を挙げてくれたみんな、ありがとう。手を下ろしてください。これね、つみきおに、つみきおにって呼びます。これはね、不審者だとかね、そういった、いわゆる悪い大人からですね、子供たちが、ね、子供の皆さんがね、いたずらをされたり、ね、犯罪の被害に遭わないように気をつけてもらう合言葉です。ね、積み木鬼、ね、気をつけてほしいことの、ね、頭文字を一つずつ並べてあります。積み木鬼の図、知らない人についていかない。積み木鬼の2、みんなといつも一緒。積み木鬼の2、何かあったらきちんと知らせる。で、積み木鬼の5、怖いなと思ったりね、なんか変なことされそうだなと思ったら、大声で助けを呼ぶ。そして、積み木鬼の2、逃げる。ね、積み木鬼、これを覚えておいてもらいたいと思います。ということでですね、この後はですね、実は、この積み木鬼の歌っていうのをですね、皆さんの前でですね、披露させていただきたいと思います。でさあ、この積み木鬼の歌を始めるにあたってですね、本日のスペシャルゲストの皆さんを、ご紹介したいと思います。スタジオアジラの皆さん、お願いします。いたはい、お願いします。あらあら、出れるかな、大丈夫かな。はい、スタジオアジラの皆さんはですね、春日井市を拠点として、フラダンスとか、あとはウクレレの教室を、展開されていらっしゃるんですけれども、それと合わせてですね、この積み木鬼の歌を通じて、子どもの皆さんのですね、犯罪被害防止をですね、こちらなんかもですね、合わせて、発信をされていらっしゃる皆さんです。ということでですね、アジラちゃんも来てくれたので、アジラちゃんというそうですね、一番向こうにね、愛知県警察のマスコットと波形もね、サボテンマンも来てくれています。ここからはですね、愛知県警察音楽隊の演奏に合わせてスタジオアジラの皆さんがですね、積み木鬼の歌とダンスをですね、披露して、くださいます。この積み木鬼の歌、愛知県警察の公式チャンネルの方でもですね、公開をさせていただいておりますので、どうかね、今日は皆さん一緒に見て聞いて楽しんで覚えて帰っていただきたいと思います。ではスタジオアジラの皆さん、準備はよろしいでしょうか？はい、ありがとうございます。それでは積み木鬼の歌です。どうぞご覧ください。Thank you.
スタジオアジロさんの歌とダンスを交えて釣り恐竜の歌演奏させていただきました。これで愛知県警察音楽隊の演奏は全て終了とさせていただきます。皆様、スタジオアジロの皆さんに今一度盛大な拍手をお願いします。ありがとうございました。愛知県警察音楽隊の皆様、素晴らしい演奏をありがとうございました。そしてスタジオアジラの皆様、音楽隊の皆様との素晴らしい共演をありがとうございました。会場の皆様、今一度盛大な拍手をお願いします。